飛んでる。誰かの持ってきちゃった。まあ明日でいっか。これかな。ごめんなさい。よし。もしもし。あ、ごめん。ちょっと寄るとこあってさ。うん。戻ったら手伝うから。あと今日お昼付き合ってね。うん、分かった。じゃあまたね。はーい。何？
また誰この人。ブレた。いい匂いする。すごい綺麗だね。いっぱいだね。これだけじゃないでしょ。ほら。あ、本当だ。どれがいいかな。これいいじゃん、6,900円。ね、こっち、蛇口ある。こっちにしよう。高い。お願いお願い、蛇口入りたい。あ、でもサウナついてんじゃん。ほら、サウナ、サウナだよ。うぇー。これどうする？後ろのエレベーターだって。これそのまま行っちゃっていいの？多分。順番さ、あ、あった、901、あっちだ、あっち。すごい指動かすの。何？私じゃない。すごい。なんでよ。え、なんで？なんで？ちょっと調べて。調べなくて、調べなくて、今じゃなくて。ねえねえ、あ、コスプレフェアやってるよ。なんそれ。なんか無料で貸してくれるんだって。へえ。やる？ちょ、見せて。これ。どれにする？これでしょ。エロいね。うん。すいません、あのコスプレフェアの3番お願いします。え、ああ、そうですか。なんか今ね、これ1番しかないんだって。どうする？いいんじゃん、これで。あ、1番でお願いします。はーい。いいね、たまにはこういったところも。ね。ちょっと。じゃあシャワー。シャワー出てきて。シャワーしてきて。シャワー。シャワー。できました。本当。Ah.
どうも。来た。うん。じゃーん。いいね。ねえ、大丈夫？だいぶ無理あるね。嘘。ひどくない？いや、嘘で、うん、似合うよ絶対。本当？うん、じゃあ着替えてくるね。うん、じゃあ待っててね。あ。いいね、こういうの。はい。フロントです。はい。サイズいかがですか？え？セーラー服。お、大丈夫だと思います。かしこまりました。じゃーん。どう？いいじゃん。本当？はい。フロントです。はい。もしもし？ねえ。本当にサイズ大丈夫でした。いや、大丈夫だよ。かしこまりました。何なの？ねえ。おい。どうしたの？フロントが変な電話かけてくるんだよ。なんで？わかんねえ。下がるわ。せっかく着替えたのに。マジかよ。ね、私出ようか？俺出る。フロントです。わかってるよ。マジ何なんだよお前。おい、返事しろよ。おい、おい。コンドームは枕元に2個ございますので。いやいや、知ってるよ。足りなくなったらフロントまでご連絡ください。あ？おい、おい。何？いや、フロント行ってくる。なんで？いいよ、もう出よ、出ようよ。マジおちょくってるわ、ね、もういいって、ね、いや、納得いかねえし。いいよ。もうおい、もういいんだろ。
ケンちゃん？ケンちゃん？これの気分なんだよね。
マジ？
つかまえた。間違えてる。ラブレターでも見ますか。マジ？
こんばんは。どちら様ですか？何話して、うん、何どうしたの？あのさ、うん、茜のことどう思う？茜？私超嫌いなんだけど。ああ調子に乗ってない？最近。昔からじゃん。なんでかな。自分のこと可愛いって思ってるからじゃない？ゆかも嫌い？茜のこと嫌い。ね、どういうとこが？どういうとこが嫌い？教えて。どういうとこ？うん、お願い。
男子の前で可愛いこぶるとことかだよね。うちらの前じゃ超威張ってんのに。わかる。ねえ、うん、茜の彼氏とはどうなったの？内緒にしとくから教えて。進行中だよ。ゆかモテるもんな。そんな風に思ってたんだ。はめたの。ねえ、答えてよ。騙したの。はめたのかって聞いてんの。あんたの腹の中知りたくてやらせたの。超ショックなんだけど、ユージのことも。ねえ、調子乗ってんの？あんたじゃん。うっぜ。バイバイ。誰がやったことにする？え？
大丈夫。ユージ。驚いた。急だったから。責任感じてるの。二股だもんね。そんなんじゃ。でも二人とも死んじゃうなんて。元気そうでよかった。そう。じゃあ。もう？うん、バイトだし。また来てもいい？いいよ。そう。じゃあ。これですか？はい。あなたに乗り換えたってことですかね？はあ。三浦玲子さんの事件のことは明日本庁に細かいこと聞いておきますんで。ありがとうございます。どうします？今日帰ります。送りましょうか？いえ、一人で大丈夫です。犯人が現れないか交代で警戒しますんで安心してください。はい、よろしくお願いします。お気をつけて。
ありがとう、今日来てくれて。うんうん、ごめんね、一緒にご飯行けなくて。うん、次絶対行こうね、約束。うん、あ、お疲れ様です。うんうん、お疲れ様です。うん、そうだね。じゃあまた絶対来てよ。絶対だよ、約束だよ。うん、わかった。はい、じゃあまたね。うん、はい、バイバイ。うっざ、誰が行くかっつうの。お疲れ様でした。お疲れ。てか今日おそばにしてって言ったのにさ、うん、勝手に入れられたんだけど。本当？意味わかんない。最近多いよね。そう、マジバカじゃないの、あいつ。何、何なの、できないの仕事。意味わかんない。お疲れ様です。何、ドライバー変わったの？みたいよ。よろしくお願いします。超親父、クソ。あんちゃん、いいよこんなやつに何言っても。早く出せよ。はい。わかんないでしょ、私の苦労。変わってほしいわ。何？なんでドライバー変わったの？なんかもともと辞めるの決まってたらしい。悪くなかったのに、若かったし。まあね。さあ、ドライバーとやっちゃう子とかいるけど、ありえないね、こんな親父だったら。どうする、迫られたら。ただじゃ無理かな。金とか。でいいです。はい。お疲れ。オッありがとうございました。どちらまで？五反田。はい。キャバ嬢と辞めるとでも思った？いや、あんたなんか誰も相手にしないから。見んなよこっち。すいません。
着きましたけど。着きました。私、五反田としか行ってないよね。なんでうち知ってんの？おい、なんとか言えよ。お疲れ様でした。マジキモいんだけど。なんなのあの親父。
れ。ねえ、ドライバーの話聞いた？うん。怖くない？そうね。レイさん、3番テーブル締め入りました。はい。お願いします。レイちゃん、今日も可愛いね。ワンちゃんの分も頼むよ。期待してるから、頑張って。はい、うん、頑張ります、うん、よろしく、うん、それで何か変わったことはありましたか？変なメールが何件か来るぐらいですけど、前からあったことなので。手紙の方は？ないです。一応こちらの方もある程度警戒しているのですが、それらしき人物はまだ。そうですか。すいません。いえ。お引越しの方は？再来週には。その方がいいと思います。はい。では何かあったらすぐに連絡くださいね。はい、よろしくお願いします。では失礼します。あ、もしもし。うん、今から行っても大丈夫？うん、 OK。 はい、いらっしゃい。どうしたの？ハンバーグセット。ハンバーグセットね。はい、どうぞ。ねえ、ん？さっき飲んだ子誰？ああ、彼女。可愛いでしょ。彼氏いんのか？ああ、昨日誕生日で一人だったって言ってたけど。マジ？好きだね。
誰だこいつ。誕生日だったりして、マジ？既読に反応してんじゃん。こいつ彼氏だな。マジで。やばいねこいつ。こいつストーカーか。これって、やばくね？どうする？どうしよう？
冗談だろ。そんなわけねえよな。そんなわけねえよ。包丁でめった刺しですってよ。ねえ、もう血が出てないの。もう血が出せない。最後見るの今日外行けない。外出せないわね。もう引っ越そうかしら。こんなところでこんなことが起こる。血が出てないわ本当に。どうしたの？いや、そう
さん。当時23歳。警察の発表によると2人の共通点は。